番手38番坂入春人、21番手95番綿谷博明、以上の21台です。周回数15、ローリングは1周で決まるでしょうか。最終セクションから佐藤蓮、アウト側から佐々木大輝、落とせ落とせというサインが出ています。シグナルはブラックアウトスタート。高橋春之がまたまたダッシュを決めるか。1コーナー佐藤蓮がホールショット、2番手に高橋春之上がった、3番手に佐々木大輝、4番手に水野幸喜、その後ろから朝日ターボ、大外から名取哲平。水野幸喜は行く気満々ですね。4番手をキープして3コーナー立ち上がってきました。名取5番手、6番手に朝日、7番手に三村壮太郎、8番手にはその後ろ、6コーナーから立ち上がって、これ第2集団状態になりました。さあどうでしょうか。最終セクションへと向かっていきます。もう一度切れた第2集団が前に追いついた。ホームストレート、トップは佐藤。1コーナーではトップ5が形成されています。トップ5が形成されている。6番手朝日ターボ、7番手三村、8番手には古谷優雅、その後ろ富田、妹、野中、三宅とホームストレートは通過していきましたが、3コーナーでまた入れ替わっていきます。で6コーナー、高橋春之飛び込んだ、サイドバイサイド、佐藤蓮と横並び。佐藤蓮が前に出てきます。すごい状況になっております。後方も6コーナーではバトルがありましたが、前方から目が離せない。高橋春之今度こそ行くか。9コーナーから最終セクションで高橋が前に出てきて、現在トップは高橋、2番手佐藤、後ろから佐々木が様子を伺います。4番手名取、5番手には水野幸喜です。今度こそはの水野幸喜が5番手しっかりついている。少し離れて第2集団のトップ6番手は三村壮太郎、7番手は朝日ターボ、8番手争い今最終セクションに変わっていく。最終コーナーから立ち上がってきます。8番手には富田あるが、9番手には古谷優が、10番手井本大河、その後ろの2台までが第2集団です。そして2番手争い、さあ高橋春之の後ろで3コーナー、佐々木大輝インガーから飛び込んでくる。トップは高橋、少し離れまして、どうだ。6コーナーでは2番手争いが後方も追いついてきて、長い列になりつつあります。2番手佐々木大輝が抜けた。3番手には佐藤蓮、後ろから水野幸喜が来る。 BS、 BS、 アドバン、 BS、その後ろにはカーナンバー3番の名取哲平がつけていますが、こちらは BS、 そして三村壮太郎アドバン、そして朝日ターボダンロップ最上位は現在7番手です。8番手古谷のイン側から富田あるかが6コーナー飛び込んでいった。そこに野中聖太もついていきましたね。ポジションを上げていきます。最終コーナーから立ち上がってくる。ホームストレート、高橋調子がいいぞ。さっきの悔しさを返していけるか。5周終了、6周目。今回はトニーカート、ボルテックス、ブリヂストンというこの伝統のパッケージが席巻をしたか。佐藤蓮もマシンと対話をしながら前と離れずついていきます。4番手の水野幸喜はどうだろう、ちょっと離れちゃったけれども、これはどうか。おお、そしてあっという間に佐々木大輝が1コーナーインサイド飛び込むところまで上がってきた。これだから本庄は分かりません。3コーナーでは上位集団が6台、7台と後ろがだんだんと近づいてきて膨れ始めています。スタート直後は上位5台で後ろを離すかと思われたんですが、どうでもない。そして9コーナーで佐藤蓮がインサイド飛び込んでいく。佐藤蓮2番手に浮上。高橋春之はスリップストリームに入っている。1コーナーです。4番手5番手もやっぱり追いついてくる。
上位陣はブリヂストン勢が占める中、アドバン勢は2番手の佐藤蓮子軍奮闘状態。三村宗太郎先輩は現在6番手となっています。前からちょっと離れ始めたか。7番手にはダンロップ最上位朝日ターボ。この週末もアニとあらゆることを試したという朝日ですが、昨日のタイトルからね、復調してきているように見えます。その後ろから富田、さらに野中、そして野中聖太の後ろなんですが、三宅敦が10番手と上がってきています。井本大河、古谷優雅、さらにその後ろには森東生、武井春人に山田入り、奥住自由、宮城俊介らもう走ってますね。ルーキーも走ってます。先ほど第3戦の決勝でエンジンを焼いてしまった堀尾風磨もこの第4戦、前からちょっと離れていますが走っております。まだならマシンとのフィッティングを見ている状況かもしれません。この予選ヒートです。周回数はこれで9周終了です。予選ヒートは15周ですから、残り周回数は6周。3番手が分からなくなってきました。水野幸喜が3番手に上がって、後ろから名取哲平ついていく。スタートダッシュを決めた高橋治之がここに来てドロップをし始めた。序盤寄りに振ってたんでしょうか。スタート直後はすごい勢いだった高橋、ここに来て前からじわじわと遅れを取ってます。ファステストラッパー佐々木大輝です。先ほどの周回36秒2かな、これで。その後ろに佐藤蓮です。36秒390。佐々木大輝は36秒275。その後ろ佐藤蓮は36秒390。水野幸喜は36秒544。まあ、パッシングなどもありますから一概には言えないんですが、トップ2に関してさ、タイムギャップはどうだ、広がるかどうだ、変わらない。佐藤蓮、この予選はペースが落ちません。周回数は11周終了、残り周回数4周。ペースは落ちないけど、佐々木大輝を捕まえるとこまではまだいかない。スパートをかけた時にどうなるかですね。3番手前から大きく離れました。名取哲平が3番手、4番手に水野、5番手に高橋、6番手に三村。この辺りもわからない。後ろから富田、野中、朝日と続いています。3番手争いはまだまだわかりません。木村宗太郎も、佐々木大輝単独です。思うツボ状態になってしまいました。そして2番手にはこちらもしめしめの名取哲平です。3番手には今度こそはの水野で、さあ残り周回数が1周、ファイナルラップ。水野幸喜は後ろの三村宗太郎が気になってますね。だいぶ気になっています。5番手には富田あるが、6番手に野中聖太、7番手に高橋春之、8番手に朝日ターボ、9番手には三宅敦史。